リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー、少子が採点、略して焦点。紹介したものには少子さんが5段階で採点します。下から波1点、梅2点、竹3点、松4点、そして三階松は5点です。では今日のお題です。大相撲九州場所の季節です。そこで皆さんは九州の各地で見かけるお相撲さんになって一言お願いします。水木さんの何してるんですかにさらに答えてください。ではご紹介していきましょうね。はい、はい、まずこちらは、文字のロッキーさんです。別府に来てるでゴンス。何してるんですか。どんな稽古にも耐えられるよう地獄を見てるでゴンス。地獄、ね、まあ、地獄の稽古とかいうね、はいはい、もう大変な厳しい稽古がありますからね、ただまあ地獄を見てるだけでいいのかね。竹差し上げます、はい、続きまして、釜石の春人の、バーバさんです。みずほペーペードームでゴンス。何してるんですか。ホークスのチャンスなんで力士全員でジャンプしてるでゴンス。何かが起きる。そうですね、ゴロがイレギュラーしたりとかね。そうですよ ね、ちょっとこうね揺れちゃうかもしれない。そうね、何かが起こるかもね。はい、はい、竹差し上げましょう。続きまして、長崎県はカルボンさんです。福岡市動物園でゴンス。何してるんですか。ライオンの前で猫だましの練習でゴンス。ライオン相手に。結構迫力あるよね。そうですよね。カオーってね。まあ猫科ですから。はい。竹、さし。ライオン騙せたらね、猫も騙せるからね。うん、そうですね、はい。続きましていきますよ。愛知県のハローさんです。福岡ペーペードームでゴンス。何してるんですか。電力節約のために自力で天井の扉開閉してるねゴンス。お相撲さんが一人ぐーってね、すごい、なんかもうそういうね怪力っていうイメージもありますからね、はい、差し上げましょう。はい、続きまして、こちらは日光で三光さん。みずほペーペードームでゴンス。何してるんですか。ここにいる親方に弟子入りしたいでゴンス。え、もういないでゴンスか。山川でしょそれ。ドスコイでしょ。そっかそっか、もうシーズン終わってますから。いないでゴンスよ。そうですね、うん、はい。まあね、じゃあこれ竹差し上げましょう。はい、続きまして、勝負パンツはブリーフさんは愛知県の方。夜の中洲でゴンス。何してるんですか。秘密でゴンス。秘密って。何何してるんだろう ね、 ね、気になりますね。うん、気になるけど、悪いことしてませんよね、まあ、秘密だからしょうがないよね。はい、竹差し上げますね、はい、続きまして糸島ポップさんです。博多の屋台街でゴンス。何してるんですか。焼き鳥の屋台のリアカー引いてるでゴンス。給金は牛下がりが20本、回しの前に下げるでゴンス。下がりが違うっつーね。そういう、やだね、下がり一人だけ牛下がりが。ちょっと揺れてたりして。なんかこれ違うね。牛下がりだよ。いいね、いい匂いしたりして、はい、これ待つ。待つ。行司さんもあの落ちた牛下がりこう取って食ってたりなんかして。そうですよ、ね、普通土俵の外にバーンって投げるのに。牛下がり、ちょっと塩味足りなくても大丈夫みたいな、ね、塩あるし。そうそうそう、ね、はい、はい、待つですね。続きましてです、福津市ののりぴよさんです。福津市のセラピーサロンでゴンス。何してるんですか。不屈の精神を注入してるでゴンス。不屈が違うっつうね。はい、竹差し上げましょうね。はい、はい、今回のお題はちょっと悩みましたって書いてありますね。はい、続きまして、ノラリンクラリンさんです。みずほペーペードームで待機中でゴンス。
何してるんですか。甲斐選手が出ていかぬようバリケードを作ってるでごす。あ、実力、ね、そうですね。まあでも FA 権はね、うん、もう権利ですから ね、 ね、はい、まあ、いてほしいのはまあ山々なんですけども、うん、どうなんでしょう、ね、はい、竹を差し上げます、はい、続きまして、こちら釜石のミスキャストさんです。 RKB のスタジオでゴンス、何してるんですか。本当は相撲取りでゴンスなんて使う力士は一人もいないってことを伝えに来たんじゃん。そうだね、ゴンスゴンスって言ってる人いないもんね。、うん、そうですね、これ勝手になんかあの、まあ、イメージ、落語にお相撲の話ってあるんだよね、うん、花いかだとかあるんですけど、はい、やっぱそのお相撲さんがゴンスって言うんだよね。ゴンスとかそのなんかイメージなんだろうね、そうですみたいな、そんなイメージ、うん、はい、確かにおっしゃる通りですが、はい、まあ、一応便宜上ゴンスと言っているんでゴンス、はい、竹差し上げます。続きまして、宮若市のゆうちゃん母ちゃんです。漁船に乗ってるでゴンス、何してるんですか。ツナ取ってます。あ、うん、マグロツナ、はい、うんうん、横綱ね、はい、竹差し上げましょう。続きまして、こちらはハルク・ローガンさんは大阪の方。トイレの個室でゴンス、何してるんですか。兄弟子の尻拭いでゴンス。尻拭いね。これもう文字通りだから ね、 ね、サンクチュアリー ね、 ね、やってましたね、うんうん、ちょっと手が届かないみたいなね、やってましたね、なっちゃってるから、はい、竹、うん、はい、差し上げます、はい、続きまして、こちらはと福津市の朝風4号さん。福岡に来たでゴンスが、何してるんですか。相撲会場と聞いてきた、宮殿記念大会はどこにあるんでござんすか。懐かしい。何年前の話ですか。もう宮殿記念大会ありませんし、ね、うん、でも昔やってたんでね、あそこでね。そうですよね、もっと古いと福岡スポーツセンターでやってましたからね、はい、さらに懐かしい、はい、竹差し上げますね。懐かしいこと思い出させてくれました。続きましてです、こちらははい、ガラちゃんさんは今里市の方、はい、トイレのとうとうでゴンス、何してるんですか。便器がどこまで耐えられるかチェックしてるでゴンス。そうね、座って潰れないようにね、まあまあめったなことじゃ潰れないだろうけどね、でもなんかミシッとか言いそうですよ ね、 竹差し上げましょうね。はい、はい、続きましては田中、キャナルシティでゴンス、何してるんですか。自分ではお尻に手が回らないんで噴水ショーで洗ってもらうでゴンス。こらこらこら、勝手にやっちゃダメそんなこと。ちょっと想像しちゃったら、もうキャナルの人も見てればグランドハイアットで美味しいお酒飲んでる人はどうするんだっつうんだよ。怒られますよね。怒られるわあんなもの。本当に。ね、はい、じゃあこれも竹差し上げましょう。噴水ショーが台無しになっちゃうからね。そんなもんね。はい、続きまして熊本県のいっちゃんさんです。佐賀県のタクシーに来てるでゴンス、何してるんですか。タクシーに乗って市内を観光してるでゴンス。タクシー、はい、タクシー、ね、はい、梅差し上げます。はい、はい、続きまして、まっちゃんは久留米市の方。みずほペーペードームでゴンス、何してるんですか。ホークスでアルバイトでゴンス。昨日の試合はデッドボール4つで親方、いや監督に褒められたでゴンス。まあ、体大きいからね。あ、そうか、当たっちゃうのね。内角攻めたりなんかそお腹にベチッと当たっちゃうの。はい、そうかそうか、ね、はい、じゃあこれも竹差し上げましょうね、はいはい、続きましていきましょう。こちらは文字のてるちゃんさんです。2つ、いくつある、1、2、あ、3つ、3つ、あ、違う、ね、他のと混じってた、たくさん考えてくださいました。ちょっと待って、もうそうなんですよ、ちょっと待ってね、混じりすぎ。はい、1、
1、2、2つですね、はい、宮崎のサボテン公園にいるんでゴンス。何してるんですか？サボってん単純だねサボってん、サボってん、はい、なるほど、はい、はい、もう一つです。糸島に生きてるでゴンス。何してるんですか？ギャルの三役力士がいるという噂を聞いて探しているでゴンスよ。小結びん、小結びん、おむすび、おむすび、おむすびね。なるほど。おむすびね。おむすび、おむすび、ね、ギャル、ギャルね。うんうんうん、はい、ですね。はい。これあれだったね、読まない方がよかったね。こっちのあのサボってんだけでよかったね。申し訳なかった。だけ差し上げますね。まあ、まあ、ね、でも面白かったです。うん、はい。続きましてこちらは、千葉県のポカポカ湯たんぽさんです。東福岡高校に来てるでゴンス。何してるんですか？足腰強化のためにラグビー部のタックルを受け止めるでゴンス。お、なるほど。千葉の人が東福岡のやっぱラグビー部強いからね、うん、サッカー部も今度出るかな、うんうん、はい、竹差し上げましょう。はい、ではここで今日のお題を おさらいしておきましょう、はい、大相撲九州場所の季節です。そこで皆さんは九州の各地で見かけるお相撲さんになって一言お願いします。水木さんの何してるんですかにさらに答えてください。ではご紹介していきましょうね。はい、はい、こちらは八幡西区の黒猫のチャチャさんです。マリンワールドでゴンス。何してるんですか？アシカと一緒にショーに出るでゴンス。何すんだろうね、アシカと。どんな風に？なんかでもあのね、はい、よくあれじゃない？腹ばいでアシカと一緒にこう。なんとなく面白い絵としては面白いかもしれませんけどね。そうかそうか。はい、はい。ではこれは竹を差し上げておきましょう。はい、続きまして、粕谷君はマロングラッセさんです。阿蘇でじっとしてるでごわす。何してるんですか？高菜漬けの思いしになってるんでごわす。ごっちゃんです。これゴンスじゃなくてごわすに、ごわす、鹿児島県人になっとるわ。最後の最後のちょっとアレンジが、アレンジってか聞いてましたね。うん、鹿児島県出身だね。はい、そうですね。はい、竹差し上げましょう。はい、続けましてです。今度は南のしんちゃんさんは2つありますね。豚骨ラーメン専門店一蘭のカウンターでゴンス。何してるんですか？腕が抜けないでゴンス。両サイドに、ね、両サイドに壁があるからね、はい、ああ結構狭いですよね、あの感覚、うん、これは気をつけてぜひあの力士の皆さん気をつけていただくと、ね、そうですね、はまっちゃいます、うん、そうですね。はい、もう一つあります。RKB のスタラジオスタジオでゴンス。何してるんですか？悩み相談番組に出演してるでゴンス。タイトルは人生土俵際。それはもう相談、うん、相談駆け込みたくなりますね。土俵際大変ですよ、うん、残っていただきたいね、土俵割らないようにしていただきたいですね。はい、じゃあこれは竹を差し上げますね。続きまして、こちらはスーパートミコさん、静岡県の方、現在19点ですよ。はい、前座昇格かかってますよ、はい。長崎の島でゴンス。何してるんですか？優勝したかと思えば幕下に転落したりと息沈みの激しい力士生活を送っておりやす。おりやすだよ今度は。語尾がいろんな地方の人になってるわ。なんかいいですね。ちょっと変化があって、息、息、はい、息沈みね、息沈み、息沈み、はい、静岡の方がよくまあ息を考えていただきまして、ね、ありがとうございます。じゃあ竹を差し上げます。おめでとうございます。おめでとうございます。前座昇格です。前座です。はい、じゃあね、手ぬぐいを、お送りしますので、はい、楽しみにお待ちください。はい、今日前座2人出ましたね、ね、はい、続きまして語尾が気になるな。
続きましてはこちらはチャーリーさん。福岡市科学館でゴンス。何してるんですか？プラネタリウムで金星を探してるでゴンス。はあ、うん、金星と書いて金星だからね。ねえ、綺麗ですね。ね、はい、これは竹を差し上げましょう。続きましては遊び人の銀さんです。今から市内の飲食店へ。何してるんですか？昼間は力士の回しを取りに、夜は見に来てくれたママさんの回しを取りに行くでゴンス。こらこら、さっきは秘密でゴンスって言ってたけど、この力士は堂々と昼間は力士の回しを、夜はママの回しを。回ししてねえしママ。そう、着物の帯みたいな。帯よ。いやいやいや、ね、いや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 、はい、はい、竹差し上げましょうね。はい、こんなの読んでて怒られないかね、お相撲さんに。今あれだけ稽古してひょっとしたら、ね、移動してる車の中で聞いたりとかねしてる人もいるかもしれないよね。はい、続きましていきましょう。こちらは筑後市の松尾パッションさんは2つあります。今部屋の窓辺にいます。何してるんですか？夕暮れの月の横にある金星を見てます。月の横綱、金星金星をかけましたって説明したらダメだね。そっか、一応もう一つ、月の横で横綱もかけたんですね。もう一つです、はい、漁師と一緒に山にいます。何してるんですか？鉄砲を撃ってます。あ、鉄砲 ね, ね、柱をバン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 つくやつ、鉄砲ね。はい、じゃあこれは梅差し上げていきましょう。はい、はい、続きまして、特許管理人さん南区の方は2つあります。指宿の砂蒸し温泉でゴンス。何してるんですか？汗だくで砂まみれだと稽古頑張った風に見えるでゴンス。確かに。ただ虫ぶら入ってただけなのに、ね、起き上がったら、うわ、どれだけ稽古したんだって、どれだけ土俵に叩きつけられたんだみたいな風に見えるでゴンス。ねえ、インチキじゃねえかよね、うん、はい、もう一つ、阿蘇熊牧場でゴンス。何してるんですか？金太郎の真似して熊と相撲を取ったらひどい目にあったでゴンス。あの話は絶対嘘でゴンス。身をもって 金太郎はあれは嘘だと。ね、いや、相手熊ですからね。熊です、そうですよ、えらい目に遭うよ。そうですよ、力士でもそれはもう大変なこと、もう命をなくすかもしれないわ、相手が熊じゃ ね、もうそんな、そこまで体張らなくていい。そうですよね、ですよ、確かに熊牧場で、あの上から見てる分にはいいけど、あそこに落っこっちゃったらとか想像したら嫌だもん ね、めちゃくちゃ怖いよね、はい、はい、じゃあこれ竹差し上げましょう。はいはい、続きまして、こちら周防灘コースさんも2つあります。唐津に来ていますでゴンス。何してるんですか？精霊まんじゅうを食べるでゴンス。わしがつまむと乳暴露に見えるでゴンス。ちっちゃく見える。乳暴露ってあんた。赤ちゃんのね、食べるやつね。そうですね、あのちっちゃなね、そうそう、ミルク風味のね、はい、もう一つありますよ、はい、はい、国際センターの裏でゴンス。何してるんですか？ここから高速船クイーンビートルを眺めていると球場の辛さがしみるでゴンス。ね、今休止中だからね。そうですよ ね、だって仕方ないもん。そうね、安全運行してもらうまではね。でも国際センターの裏なんだね。そう、ちょうどね。見えるんだね。ね、まあ、はい、乗り場がありますよね。はい、秩父路松田。面白い。小路まんじゅう秩父路。はい、続きましてですね、こちら帯久さんは東京の方です。2
2つあります。国防監督の自宅でゴンス、何してるんですか。日本一奪還のためわしの上手投げを役立ててくれと直訴に来たでゴンス。いや、野球でさ、下手投げっていうのはあるけど、アンダースローは、普通はもう上手投げとは言わないからね。そうですね。その相撲の上手投げと野球の下手投げは違うからね。はい、はい。もう一つ。博多の豚骨ラーメン屋でゴンス。何してるんですか？バイトリーダーの特権で、サービス、背油増し増し、瓶付け油増し増しであげるでゴンス。まあ、あんまり長浜とかね、背脂入れるラーメンじゃないけどね。うん、そうですね、うん、で熊本の方とか、そうだね、ね、うん、まあ東京の人だから仕方ないか。そうか、はい、はい、ただ瓶付け油増し増しはねやめてほしいです ね、 、はい、ね、香りはいいんですけどもね、あれね、はい、竹を差し上げましょう。続きまして、黒井のやたっちさんは、先週も今週も苦手なパターンのお題で頭痛がしました。お手上げですって書いてありますけど、でもちゃんと考えて、2つありますよ。トスのアウトレットでゴンス。何してるんですか？トスの観光大使やってるでゴンスよ。ドスコイ、ドスコイ。ああ。トスコイ、トスコイ。はい。なるほど。やっぱ、頭痛がしたんだね。そうです。そうですか？でもなんか。いやいやいや、頭痛がしたんだと思うよ、これ。ドスコイ、ドスコイ。うん。トスコイ、トスコイ。うんって。黒がね、見えますけど。うん、もう一つ。はい。南蔵院でゴンス。何してるんですか？住人がかりで涅槃像の寝返りを手伝ってるでゴンス。せーの、どっこいしょ。まあね、なんか困った時の南蔵院って感じだね。はい、はい、ということで、はい、クレーネータチさん頑張っていただきました。はい、ありがとうございました。竹差し上げますからね。はい、続きまして、米とひき肉さんは岐阜県の方です。はい、2つあります。イブスキの砂蒸し風呂でゴンス。何してるんですか？じっくり低温調理されて旨味を引き出すでゴンス。食べられようとしてるよ。さっきはあの稽古でインチキ、ね、インチキの稽古に使ったんだけど、今度はじっくり低温で風味を出して、そうですか、旨味を出して、はい、もう一つあります。佐賀の有明海でゴンス。何してるんですか？四股を踏んだら首まで埋まったでゴンス。どこも。ちょっと沈み気味だと思いますけどね。そこをでも四股を踏んだらズワーって干潟ですから、ねえ、ね、気をつけていただかないと。そうですね、はい、絵が面白いよね、浮かべたらね。有明海ムツゴロウがピチョ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 ってしてるよ、こうドンゴーズボーッ、はい、松を差し上げます。はい、続きまして、はい、ブラック坂48さんが、たくさんありますね、はい、いっぱいあるけど、一つです、はい、時間がない。サエモンでゴンス。何してるんですか？ブラブラしてるでゴンス。博多ブラブラ、博多ブラブラ。これはもう博多の人じゃないとわからない、ね、そうですね、博多ブラブラって名サエモンに ね、 ね、あ、新店長だっけ ね、 そうですね、サエモンさんの博多ブラブラ。いや、もうなんかシンプルだけど、シンプルね、面白いね、なんかこう刺さりました。はい、じゃあさすが名人ね、松差し上げます。はい、はい、続きまして綱渡り哲也さんは愛知県の方です。長崎の端までゴンス。何してるんですか？鈍感な神木隆之介に杉咲花はお前のことを好きなんだと教えるでゴンス。日曜劇場だねこれは。海に眠るダイヤモンド。あれ誰が見ても杉咲花、食堂のね、あの子は神木隆之介好きだよね。そうですよね。
わざわざ行って教えてくれる力士さん、ありがとう。はい。はい。RKB 的にもありがとう。はい、ありがとうございます。日曜夜9時は、ぜひ RKB テレビをご覧ください。竹を差し上げておきましょう。はい。はい、では、ちょっと時間がね、ないんで、ここまでということで、ここで来週のお題を発表いたしましょうね。はい、来週は11月22日です、うん、来週のお題はこちらです。11月23日は勤労感謝の日です。そこでいろいろな職業の人に感謝を伝えましょう。まずどんな仕事をしているか教えてください。水木さんがいつもありがとうございますというので、さらに一言お願いします。はい、例えばこんな感じで考えてみてくださいね。タクシードライバーです。いつもありがとうございます。はい、大ベテラン頑張ります。来年110歳。大丈夫。免許返納した方がいいと思いますけどね。はい、もう一つです、はい、ご近所さんのことしっかり把握しています。いつもありがとうございます。いえいえ、闇バイトの一員ですので。怖いよ、怖い怖い怖い、把握しないでもらいたいよね。はい、まあね、これご近所さんしっかり把握してますっていう、こういうやり方でもいいし、うんうん、最初にも職業はっきりと言っていただいてもいいので、はい、いつもありがとうございますにさらに一言をね、言ってください。はい、お一人いくつでも送っていただけます。メール、ファックス、金サイトの X、 LINE の公式アカウントでお待ちしています。メールは kin@rkbr.jp、 ファックスは 092-844-8844 です。 SNS の場合は漢字で金、カタカナでサイトと検索してください。たくさんの投稿お待ちしています。